那須町は栃木県北東部に位置し、那須郡に属する町である。那須塩原市への通勤率は 20.7%。町の南西を中川が流れ、東側には闇磯山地がある。北東部は黒川が流れ、途中までは福島県との県境になっている。北西部は茶臼岳や旭岳、白、笹山などがそびえ、そのふもとには大リゾート地の那須高原があり、町中央部は高久丘陵が占め、標高の下る大田原の方へ向かって、扇状地となっている。町のほぼ中央を北東南西方向に、東北自動車道や国道4号、東北新幹線が通っている。東部を JR 東北本線、また国道294号が南北方向に通っており、本町と福島県白河市の境には、境の明神がある。標高が高いために極めて寒冷で、欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属する。冬季から春季にかけて、しばしば氷点下10度を下回る。夏季も冷涼であり、8月の日平均気温は、摂氏 21.0 度と、札幌市の摂氏 20.5 度と、同水準である。降水はとりわけ夏季に多く、日照時間は短い。出典、那須町統計所。平成29年度版那須高原、那須温泉を抱え、観光が主な産業である。観光目的の鉄道の交通は、隣町の那須塩原駅、黒磯駅からのアクセスとなる。道路標識工場がある。地域分けは、那須町公式ホームページでの地域紹介ページに基づく。那須町の人口統計では、以下の大字別の地区分けとは異なる通称町名での取りまとめが行われている。芦野地域、用野地域、那須地域、高原地域高等学校かつては、那須高原海上中学校、高等学校が所在していたが、東日本大震災で被災後は登記上の所在地としてのみ所在し、東京都多摩市に移転。学校自体も2017年に閉校した。中学校、小学校、郵便番号は以下が該当する。3集配局が集配を担当する。郵便局一部地域を除き町内全域が黒磯 MA の管轄となり、市外局番は0287。収容局は以下のビルが該当し、市内局番は以下の通り。夏季地域は那須町外の収容局が管轄となる。観光地である。那須高原を擁する那須町だが、那須高原方面への鉄道利用は、隣の那須塩原市内にある黒磯駅及び那須塩原駅が起点になっており、那須町内を通過する鉄道は、ローカル輸送が主体である。町の代表駅である黒田原駅から、那須高原方面の路線バスも運行されておらず、そちらへの観光目的では通常利用されない。那須高原。ありがとうございます。